アゲオ運動公園は埼玉県アゲオ市アタゴに位置する都市公園である。スポーツ施設が主に設置された公園である。この場所はもともとは埼玉県農業試験場が存在していたが試験場が移転したことに加え、1967年に埼玉県で開催される国民体育大会、精神国体に合わせ前年の1966年に 陸上競技場と体育館が完成した。開園は1967年10月1日、こけら落としとして、第19回健康保険全国勤労者陸上競技大会が同日より2日間開催された。埼玉市境から近い国道17号沿いにあり、国道を挟んだ反対側にはプール施設を備えた埼玉水上公園がある。正式名称は、 埼玉県上尾運動公園陸上競技場。日本陸上競技連盟公認第二種競技場で、陸上競技専用競技場となっている。メインスタンドは、鉄筋コンクリート生産階建て、それ以外は土盛りでできている。フィールド内には、砲丸投げや走り幅跳びのエリアが設置されていることも、あり、サッカーや、ラグビーなどの球技は開催できない。許可台は、 精神国体でモットーとされた精神、健康、協力をイメージした三本の柱で構成され、2004年開催の埼玉県二度目の国体、綾野国真心国体開催時は、主会場であった熊谷スポーツ文化公園陸上競技場に一時的に移設され使用された。2007年にはメインスタンドの耐震補強工事が行われている。収容人数は2500人。 54メートル X39 メートルのアリーナを持ち、室内球技や体操競技、卓球などが開催可能である。一周800メートル。足腰への負担を抑えるためにウレタンチップが埋め込まれている。一周400メートル6コースの陸上トラックを有している。面積は約4800平方メートル。滑り台やブランコなどの遊具を備える。 ありがとうございます。